ラジオドラマ、あの世とこの世の狭間にて、作白田仁、第15話。疫病というのは一旦収束したかに見せて第2波がとんでもなく恐ろしいのだ。第1波で経済に大打撃を与えておいて、その影響が最大になる冬の初めに致死率を強化してやってくるのだ。未知の疫病の中に感染しても全く無自覚で10ヶ月後に突如発病するというタイプがあったとしたら、発病から数時間で死亡することもあり得るかもしれないのだ。現に1919年のスペイン風邪の第2波の死亡率は1波の4倍強だった。結局スペイン風邪ではこの国で45万人の死者を出し学んだはずだが、実は当時も人混みを避けろと言いながら満員電車は走っていたのだ。さてこの国では昭和という時代にインパール作戦というものがあった。昭和19年1月に大本営から作戦案が発令され、新国日本をスローガンに10万人近い兵士がインパールに向かうジャングルに誘い込まれて、餓死したり風土病で死んだりしてほぼ壊滅した皇軍の烏合と呼ばれる作戦だ。ビルマからインドのインパールに向けての兵站なしという前代未聞の強行軍で、まず頼みの食料を失い、ついで装備も失い、最後に師団長は手足を失えば敵兵に噛みつけとまで命令した、あの史上最悪で有名な作戦である。全体で8万人に及ぶ戦死者を出しながら退却したが、その時になって初めてこの戦争は負けたと思ったと生き残りの日本兵は回顧している。がそれほど洗脳とは恐ろしいものなのだ。その退却路には屍がすぐに白骨化することから後に白骨街道と呼ばれたのだ。だが無傷のまま戦地から敗残兵を置き去りにして内地に逃げ帰ったこの司令官はのんびり余生を過ごし天寿を全うしたが、生涯作戦のミスは認めず戦意を失い戦わなかった兵隊のせいにしたのだ。5000程度の損害でインパールが落とせるなら安いもんだという安易な机上の空論で兵隊を軽視し、大和魂を鼓舞するだけでは何も解決できないと学んだはずだった。平成にもインパール作戦があった。食べて応援頑張れ日本を合言葉に収束したかに見えたが、かつての放射能汚染地区を通過した列車が亡霊のように今都心に入ってきているのだ。疫病に感染した体には放射能が有効なのかもしれない。今もメルトダウンの責任を誰も取ろうとはしないが、結局現場の監督が悪いということでうやむやにするのが一番収まりがいいのだろう。廃炉にも失敗し結局何も学んでいない。そして令和のインパール作戦が始まった。頑張れ自粛取り戻そう日本、この国民の休業損害を十分に補填せずに欲しがりません、勝つまではに似たどこか昭和の懐かしい響きがあるプロパガンダで乗り切ろうとする令和の司令官も、作戦が裏目に出れば手持ち資金に余裕がなく休業しなかった貧しい店舗をメディアを使って師団してみせて涼しい顔でやり過ごすのではなかろうか。昭和の時代には出てこい2つマッカーサー、出てくりゃ地獄へ逆落としと小学生が意味もわからずに毎日昭和していたのだが、大きな爆弾2発であっという間に地獄へ逆落としされたのはニミッツやマッカーサーや大本営ではなく、有無を言わさずこの国に服従させられた女子供と老人なのだ。明治という時代に起きた八甲田山の教訓を何も学ばなかった大本営のインパール作戦とは、兵隊が補給されなかったガダルカナルと並ぶ、人々が覚醒しない限りこの国で絶えず繰り返される永久不滅の出口のない作戦なのだ。インドのインパールに向けて先を進む歩兵の後をただただ盲目的に追従し、2000メートルを超える山岳地帯を徒歩で乗り越えて進軍していった日本兵の根性には感服するが、40キロを超える装備の上に100キロを優に超える大砲と砲弾を人力だけで持ち運ぶという
史上最悪のこの作戦は、登山経験がなくともいかに過酷かわかるだろう。飛行機で必要物資をすぐに投下する英国軍相手に、最長 470km の密林と山岳を進むというこの作戦を強行した大本営がいかに冷静さを欠いていたかわかるだろう。出口戦略を持たず兵艦を補給しようとしなかった大本営にとって変わった財務省が PB プライマリーバランスの黒字化を叫んで作戦を立てている限り、この先も何も知らされていない国民の多くは、昭和のインパール作戦の日本兵のように飢餓と疫病の恐怖に苛まれながら先を行く人に盲従し、永久に出口の見えない迷路をさまよい続けることになるのだ。財政規律が先か財政出動が先かは考えるまでもないだろう。税収確保が優先されれば、国民の財産は確実に失われていくことになる。大本営から財務省に連綿とつながる薩摩、長州、土佐、肥前の末裔たちに、この国の眠ったままの国民はどこまでお付き合いをすれば気が済むのであろうか。次の10年の超格差社会は、実は安全だと思われていた一部上場の有名大企業から始まるのだ。ある日突然株が未曾有の大暴落を始めたとしたら、それは疫病の再来か第三次世界大戦の幕開けかもしれない。世界経済は大混乱に陥り、多くの会社が瞬く間に倒産し、大リストラの嵐が吹き荒れることになるだろう。一流大学を卒業し、難関を突破して金融機関に就職した高給取りのエリート社員が、吸収合併された介護事業部門に配置転換されて、次の日から慣れない老人の紙おむつの取り替え実習訓練に回される時代が間もなく到来するだろう。もはや安全と思われるのは、キャリア組と呼ばれる国家公務員の上級職、現在の総合職だけだろう。なぜこの層だけが安泰なのか。それは簡単な理由だ。この国での IQ の極めて高い一握りを高級官僚として雇い、際限のない長時間勤務で縛り付けて物を言わせないことで、この国の国家体制が維持できているからだ。その代償として天下りがあるのだ。ではいつまでも覚醒もできずに、しかも IQ のそれほど高くない大多数の貧困層は何から始めるべきか。まず悪意のある偽情報を垂れ流す危険のあるテレビを廃棄すること、できればリサイクル券でももらっておくこと、そして過去としがらみのあるものを全て捨て去ることから始めるといい。自分の心情、価値判断基準はどこから来たのか調べてみるといいだろう。なぜならテレビ、新聞等のマスメディアが垂れ流す情報は、国民の本来なすべき行動には有益でないどころか、思考の時間を奪ってしまうのだ。ニュース番組を装った単なる娯楽番組に騙されてはいけない。お笑い芸人による意味のないトーク番組を見て自分の思考を停止させてしまうと、本来用意されていたはずの成功物語からどんどん遠ざかってしまうのだ。 SNS などから取り込んだ断片的で無責任な情報に頼らず、書店で著者がはっきりわかる活字になった書籍などから正確な情報を入手し、じっくり自分で繰り返し思考し、合理的で無駄のない正しい行動を選択することが、少なくとも今の状況から抜け出す第一歩なのだ。外国語にかける時間があるのなら、自分の思考の基礎となる国語を一から勉強するために活字になった書物を読むことが大切なのだ。バタフライエフェクトという言葉を知っているだろうか。バタフライエフェクトという映画では、この世界がホログラムでできているということを教えている。過去の人生の転換点にすぐに戻れるという設定だが、本当は多くの人はあの世とこの世を納得できるまで行き来するしかない。この世で人生の転換点を見つけるには、心も生活も豊かな人が書いた本を選ぶことが大事なのだ。普遍的な真理に近づけた作者の書物の中には、時間と空間を超越した作者の宇宙が広がっている。その中に自分の人生の転換点がそっと隠されているのだ。その転換点という原石を見つけて、
光り輝くまで磨くことが大切なのだ。もし分厚い本を枕にするぐらいにしか使い道が思い浮かばないこの国の国民が宇宙の彼方からやってきて地球の国立図書館に降り立ったエイリアンと同じく重い本を手に取って眺めてもインクが付着しているただの紙の束にしか見えないようだと、この国の未来はすでに終焉を迎えていると言える。裕福に暮らしたければ裕福になるための方法や手段に絶対に思考を集中させてはいけない。他人の懐に汚い腕をねじ込んで金を手に入れたとしても、手に入れた金の分だけ心は貧しくなっていくからだ。裕福になった自分がどんな生活をし行動しているかに全ての思考を集中させなければならないのだ。アラジンが魔法使いに世界中の金銀財宝を持ってこいと要求しなかったのはこのことを知っていたからなのかもしれない。結局自分が希求する生活行動とは何かを知るには読書しかないのだ。なぜならこの世で成功した君が人生の晩年に来世に生まれ変わる君を成功に導くためには自分の体験をもとに君への道しるべとして本を執筆しておく以外に来世の君に知らせる方法がないからだ。この国は今緊縮財政が原因でどんどん市場規模が縮小している。巷に転がっている儲け話は昔からある詐欺商法かネズミ講かギャンブルの類でしかない。金を儲けることを目標にしてはいけない。君は池の鯉に餌をやったことがあるだろうか。池の中を覗いてみると大小さまざまな鯉が餌を求めてやってくる。緊縮財政下で少ししか餌を投げ入れないと大抵は口の大きな体力に勝る鯉がその少ない餌を独占してしまう。ひ弱な鯉は餌に近づくことさえも許されていない。そこで少ない餌を奪い合うことに思考を集中させてはいけない。多くの餌を投げ入れさせることに集中すべきなのだ。この池の中のゼロサムゲームは絶対数の少ない椅子取りゲームへとルールが変更される日は近い。あるいはもう知らないうちに変更されているのかもしれない。要するに1万円札が自分の財布にあふれているイメージを毎晩寝る前に思い描いたとしても実際には1万円札に足が生えて自分の財布に飛び込んでくることは 100% ありえない。絶え間ないなりたい自分にフォーカスした思考と合理的で適正で後ろめたさを一切感じない行動の集積がこの重い波動の世界でも思考から望む現実を想像する唯一の方法なのだ。自分が変わると周りの景色が変わっているのだ。だがこのことに人々が気づけないでいたら一体この先どうなるのだろうか。自分が貧困で惨めなのは生まれた家庭に原因があるとか大した教育を受けられなかったことが原因だとかこの社会の在り方が自分には合わないとかお金の仕組みが間違っているとかイルミナティだとかレプティリアンの陰謀だとかそんなことを考えてどれほど時間を浪費してみてもこの先に明るい未来はもはやありえないのだ。